こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。10代佐竹彩乃さんからの質問です。こんにちは、佐竹彩乃と言います。私はイラストを描くのが好きで、趣味の範囲でネットに上げたりしているのですが、ある時イラストレーターになってみてはと周りから言われたのです。だけど私は未成年かっこ高校生、お金は稼げますし、ネットアカウントは持っているのですが、知名度も低く、どうすれば依頼にたどり着けるでしょうか。またそういう場合のこちらから提示する依頼料や、さらにその先のイラストレーターになった場合の税金などどうなるでしょうか。たまにそういうのを無視して活動してらっしゃるみたいなことも聞くので、答えられる範囲で良ければ教えていただきたいです。長くなってすいません。それといつも動画を見ています。わかりやすくって大好きです。応援しています。ということで、佐竹彩乃さん、ご相談ありがとうございます。まだイラストの仕事はしていないものの、転ばぬ先の杖が欲しいってことで、いろいろね心配になってしまうことってありますよね。わかります。特にイラストレーターになった後のお金のことって、あんまりね身の回りにわかる人っていないと思うので、なおさらですよね。いろいろとねご質問いただいているので、順番に解説していきますね。まず依頼へのたどり着き方なんですが、千差万別いろいろなパターンがあると思うんですよ。でも今の世の中一番多くて再現性が高いやり方として、 SNS を活用するやり方っていうのが一番いいと思います。 X や Instagram、 TikTok、 YouTube、 何でもいいので、自分の得意な作品の見せ方で作品を発表し続けてください。企業からの依頼を期待するなら、SNS でバズるが正直一番近道なので、何かね話題を作れそうな作品の発表の仕方ができれば、おのずと依頼につながるはずだと思います。まあその中でね、そこまでバズらなくても、活動の中であなたのファンがついてくれることも十分考えられるでしょう。もしかしたらそういうファンの方から個人的にイラストの依頼をされることもあるかもしれません。個人からの依頼で収入につなげたいなら、スケブを利用すればやり取りがしやすいと思います。企業案件、個人案件、まあどちらを目指すにしても、まずは一旦 SNS を活用した発表のやり方を考えてみるのが効果的だと思います。で、依頼料なんですが、まあ、依頼料ね、いろいろな業界の依頼料を言い始めるとちょっとね長くなりすぎてしまうので、僕の過去の動画、イラスト相場、イラスト料が低い理由とはをご覧ください。いろいろな業界別のイラストの相場や、あとは値段交渉のやり方なんかも詳しく解説しております。概要欄に URL を載せておきます。で、次にイラストレーターになった場合の税金の話なんですが、当然イラストで収入があった場合、確定申告で税金を納めなければいけません。日本では毎年1月1日から12月31日までの1年間で生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行って所得税を納付することになっています。でね、確定申告は青色申告と白色申告があります。基本的にはね、青色申告の方がお得で、最大65万円の控除が受けられるんですけど、その代わりね、複式簿記で帳簿をつけなきゃいけないなど、結構面倒が増えるので、駆け出しの頃は白色申告にしておいて、活動が軌道に乗ったら青色申告に切り替えるっていう人も多いと思います。そもそも確定申告自体がわからない。どうすればいいの？っていう人も多いと思いますが、はい、大丈夫です。もうね、死の物言わずに税務署に行って、確定申告やりたいんですけど、やり方わかりませんって言うと、税務署の職員さんがね、あ、この場合はね、この紙にここ書いてって最初から最後まで懇切丁寧にサポートしてくれるので、まずは税務署に行ってみることがおすすめです。僕もですね、19歳の時に何もわからずに八王子税務署に行って、わかりません、助けてください、どうすればいいんですかって言ったら、書類のね書き方全部教えてくれました。というかね、その時期になると税務署の相談窓口が設置されたりするので、住んでいるところの税務署に問い合わせたり、ホームページを見てみてください。はい、でですね、ここから大事です。確定申告しなかった場合なんですが、これはね注意です。無申告加算税っていうのが取られてしまうことになります。これね結構痛いです。いくら追加で取られることになるのかっていうと、50万までは 15%、 つまり50万円の無申告は 7.5 万円プラスされますし、それ以上だと 20% になります。仮に200万円の無申告だとしたら、40万円追加で取られます。300万円を超えるとさらにアップして 30%、 つまり500万円稼いだのに申告を忘れていたら、本来払うべき所得税にプラスして追加で150万円取られちゃうってことですね。これはですね、税理士さんに聞いた話なんですけど、税務署って申告ミスとか所得の偽装よりも申告自体をしていないケースを重く見るっていうことなので、結構ねそういう人をマークしているらしいんですよ。でですね、すぐには連絡なんとしません。そのままちょっとねある程度泳がしておいて、で7年目になって急に税務調査に
に入るらしいんですよ。これなんでかっていうと、脱税は7年遡って指摘できるので、7年無申告っていうことは7年分の所得税にプラスして、7年分の遅延税、7年分の無申告加算税、そして7年分の重加算税が取れるじゃないですか。今ね、もしこの動画を見ていて無申告だったりとか、あとは不正申告をしていて、いや俺全然税務署に今のところ指摘されてないから余裕っしょとか思ってる人、注意してください。数年後、無申告加算税が最大限膨らんだ時に、どうも税務署です、あ、1000万円いただきますねとかってね、結果的にかなりの税金を徴収できることになるので、税務署はそういうやり方をするっていうことです。なので、もし絵に限らず個人の活動で収入を得ている人は、確定申告忘れないようにするようにしてください。一応補足として付け加えておくと、仮にね、3月15日をまたいでしまって後からね、あ、申告忘れたっていう場合でも、過去に遡って確定申告することもできるので、そこは正直に申告しましょう。バレたらね、かなり重いペナルティが待っていますから、これはね、注意しましょうね。はい、次に行きます。20代黒羽さんからの質問です。斉藤直樹先生こんにちは。いつもためになる動画をありがとうございます。私は2年前に斉藤直樹先生の動画を見て絵を描き始めたのですが、大変ありがたいことに、最近はイラストのリクエストや支援サイトなどで月に数万円の収入が入ることがあり、ゆくゆくはイラストを生業としていきたいと考えております。そこで質問なのですが、イラストを仕事にする上で、確定申告や税金などで気をつけるべきこと、入っておくべきサービスや保険などありましたらご教授いただけますでしょうか。イラストに直接関係ない質問で大変恐縮でございますが、お答えいただけると幸いですとのことです。黒羽さん、ありがとうございます。まあ、確定申告のことはね、さっき言ったのですっ飛ばすとして、絵を仕事にしている人、これ漫画家さんとかアニメーターさんも含みますが、ぜひ入っておくべきものが2つあります。1つ目は文芸美術国民健康保険組合、略して文美国保なんて言ったりしますが、これは芸術分野で仕事をしている人が入れる国民健康保険です。で、この組合に入るには、一番簡単なのは日本イラストレーション協会っていうところに加入することです。まず日本イラストレーション協会に加入して、で、そこから文美国保への切り替えを申し込むっていう感じです。この協会に加入するには活動実績を証明する必要があるので、黒羽さんがね、仕事で実際に描いた絵を A4 の紙に何枚か載せて送る必要があって、で、それが認められるとこの協会に加入することができます。確かですね、年会費が2万4000円ほどかかるんですが、これ自分の収入によってはね、文美国保で保険料がすごく安くなるので、年会費払ってでもお得になるケースも多いです。一応ですね、一般の国民健康保険と文美国保の場合の保険料、その違いをシミュレーションできるサイトがあったので試しに計算してみました。これは杉並区に住んでいる人の場合のシミュレーションです。一人暮らしのイラストレーターの場合で、年間400万円の収入がある場合、文美国保に入っていると年間の保険料が475,200円ですが、一般の国民健康保険に入っていると503,800円、つまり年間の保険料が28,600円安くなります。まあ、所得がね、400万円ぐらいだとちょっとね、トントンぐらいになってしまってインパクトが弱いですが、国民健康保険は所得に応じて保険料がどんどん上がっていくので、2024年現在の最大保険料は87万円になります。仮に年間の所得が800万円の人の場合は、国民健康保険は827,300円になります。もう健康保険料80万円超えとか、マジかってなりますよね。でも文美国保に入っていれば、年間の保険料は297,600円に抑えられます。年間でなんと529,700円安くなるってわけです。なので、そうですね、だいたい所得が500万円超えてきたなってなったら、そろそろ国民健康保険から文美国保に乗り換えることを意識するといいと思います。はい、そしてイラストレーター、漫画家、アニメーターが入るべき2つ目は小規模企業共済です。小規模企業共済はフリーランスの人が廃業したり退職した時に備えて積み立てる経営者のための退職金制度みたいなものです。まあ、フリーランスってね、当然ながら退職金ありませんので、将来不安だなって思う人いると思うんですが、そんな人は小規模企業共済に入って退職金を積み立てておいて、で、辞めた時にそのお金をもらえるようにしておくといいと思います。一例を紹介するとね、例えば月々1万円を20年間積み立てておくと、20年分の掛け金の合計
が約240万円になるんですが、まあ、これですね、払い戻しの仕方によっても額が変わってくるんですが、まあ、20年後にはだいたい280万円になって返ってくるそうです。約40万円のプラスですね。今はね、月々1万円の場合の話をしましたが、掛け金は最大で月7万円まで、年間で84万円まで増額することができるので、掛け金を増やせばそれだけ多くの退職金を積み立てておくことができるってわけです。え、でもそれって別に貯金でよくねって思った人もいるかもしれませんが、それ完全に間違ってますよ。僕はですね、フリーランスなら小規模企業共済はなるべく加入しておいた方がいいと思っています。なぜかというと、退職金に加えて控除、このね、控除があることが大きいんですよ。小規模企業共済、めちゃくちゃお得なのがですね、積み立てに使った掛け金がなんと全額課税対象になる所得から控除されるんですよ。これ結構すごいことで、わかりやすい言い方をすると、貯蓄しているだけなのに節税にもなっちゃうってことなんですね。だって一生懸命働いて、仮にね、年間で84万円貯金しても別に所得税は減らないじゃないですか。しかも利子なんてわずかなので、銀行に預けていても増額は期待できません。でもその84万円を小規模企業共済として積み立てておけば、さっき紹介したように積み立てる年数が多ければ多いほど返ってくる金額も増えますし、それに加えて84万円年間で丸々控除されるので、納める税金まで減っちゃうんですよ。これすごいでしょ。あ、一応ね、デメリットもないわけではなくて、加入している期間が20年未満の場合には元本割れしてしまうので、払い戻しを多く受けたいならなるべく長く加入していることが条件になります。なので入る場合には早く入った方がいいです。そこだけはね、注意してくださいね。はい、次に行きましょう。もちさん、20代からの質問です。斉藤先生、いつも楽しく動画拝見しております。絵描きの将来の不安定さについて質問させていただきたいです。小さい頃からイラストを描くのは好きだったのですが、身内から才能ある人しか仕事にできないと言われてきました。見返したかったので、学生時代から仕事を取り、あ、すごいですね。高校を卒業する頃には一人暮らしできるぐらい仕事が来るようになりました。すごいですね。そしたら次は、長続きしない、今運がいいだけと言われます。厳しいな。で、それも悔しかったので、絵で4年間生活し、収入も平均より上に行けるように頑張ったのですが、今度はフリーランスは2倍稼がなきゃダメ、年とともにみんなに越されると言われてしまいました。心配から来ている言葉だとは思うのですが、絵描きはずっと将来が危ないと思われ、それに反論しようがないのでしょうか。愚痴みたいになってしまって申し訳ありません。長くイラストレーターとして活動されている先生に少しでも助言いただけますと幸いです、とのことです。はい、もちさん、ご質問ありがとうございます。なんだろう、悩む必要なくないですか。え、だってもちさん十分立派にやられてるじゃないですか。身内に何と言われようとね、平均よりも収入が上ということなので、特に反論の必要すら僕は感じませんね。ただ運が良かろうとなんだろうと、結果を実際に出せているので、もう気にする必要は微塵もないと思います。もう身内が何を言おうとね、もう黙ってろって感じですね。はい。よくですね、フリーランスは2倍稼がなきゃいけないってそういう言い方をされるんですけど、まあでもね、正直実感として僕がそれを感じたことはないです。というかむしろですね、僕会社に勤めていた時の年俸が年間400万円ぐらいだったんですが、フリーランス1年目に収入が300万円以下にまで減りました。400万円から300万円以下に減ったんです。で、貯金も50万円ぐらいだったんですが、別にね、その状況でも一人暮らしだったら東京でも余裕で暮らしていけましたね。今はね、物価がちょっと高くなってきているので、昔と感覚が少し違ってきているかもしれませんが、まあ、だからって2倍ないとダメっていうのはちょっと言い過ぎなんじゃないのかなとも思うんですよね。と、ここまでがね、一応建前というか大前提の話です。無理にたくさん稼ぐ必要はありません。ですがですね、僕は会社員ではなくてフリーランスになるメリットの一つとして、頑張ったら頑張った分だけ稼ぎを増やせるっていうのも一方では確実にあると思っています。僕が会社員時代、入社1年目で年俸400万円って結構いい方だったんですよ。20代の僕はね、その額に満足もしていました。若かったんでね、やったーって思ってました。ただね、どんだけ頑張ってもその400万円っていうのは変わらないわけですよ。ものすごく頑張って成果を上げても400万円だし、もうのらりくらりね、来た仕事を最低限適当にこなしても400万円。まあ僕はですね、結構新しい技術とかを勉強しながら頑張っている方だったんですが、で、そうするとちょっと気になってくるわけじゃないですか。じゃあもっともっと出世して上の立場になったらどんぐらいもらえるんだろう
って。でね、ある日見てしまったんですよ。自分の上司のアートディレクターって呼ばれるような、まあ、言ったらデザイナーの最高峰、最高職種ですよ。その人のね、給与明細がピラってね、机の上に置いてあったんです。で、まあ、当然見ますよね。ってね、めちゃめちゃすごい額を期待しながら覗いてみるわけです。ああ、そういえば確か、イラストレーターの秋満さんが会社にいた頃は、年俸3000万円とか言ってたな。もしかしてそのぐらい？いや、もうちょっと上とかね、ドキドキしながら見てみたらですね、800万円って書いてあったんですよ。え？マジ？ってね、ちょっと拍子抜けですよ。いや、十分すごいですよ。20代の僕からしたらね、しかも一人暮らしで年800万円もらっていたら、まあ、結構贅沢な暮らしできますから、人によってはテンション上がるところかもしれませんが、いや、僕が期待していたのって、秋満さんの3000万円とか、そのラインを期待してしまっていたので、あ、ここで頑張っても上限。そこなんだ。でね、めちゃくちゃ落胆したんですよね。まあ、理由はね、それだけじゃありませんが、それもあって僕は入社1年半にして会社を辞める決断をしました。そしてね、可能かどうかも全然わからなかったんですけど、年3000万円を目指すことにしたんです。3000万円、その頃はね、どうやって稼げば3000万円に到達するのかなんて、全く想像できてませんでしたけどね。3000万円が普通の会社員の何倍かはわかりませんが、日本では成功した会社員の一つの目安として、1000万円、っていうのがありますから、そこから考えると少なくとも3倍はあると思うんですね。なのでそれを達成できたらプロとしては胸を張れるのかなって思って立てた目標でした。まあでもね、今世界を見渡すと1000万円って大体アメリカの場合はできる新卒の初任給くらいだってことです。なので今はだいぶ感覚が違ってきていると思いますし、もうちょっと上を目指してもいいのかもしれませんが、まあ、とにかくね、わざわざフリーランスになる以上は会社員時代の自分がびっくりするぐらい2倍と言わず5倍10倍稼いでやるぞくらいの意気込みはあってもいいと思います。そのぐらいないとダメっていう意味じゃなくて意気込みとしてね。あ、ただですね、今の話を聞くと、じゃあ会社員のメリットは一つもないのかみたいに聞こえてしまう人もいると思うので、一応補足しておくと、会社員でいるメリットめっちゃあると思います。そうですね、いろいろなメリットがあると思うんですが、僕がやっぱり会社員っていいなって思うのが、会社がわざわざお金を出してまであなたの能力を育ててくれようとするってことです。例えば僕がいた会社だと、いろいろなね、専門的な技術研修とかセミナーとか、これね、申し込めば参加できたんですが、そういうのって個人で参加しようとすると普通に数十万円とかするセミナーザラなんですよね。フリーだとそういう費用を当然自分で支払って参加しなきゃいけないんですけど、会社員は基本タダでそういう学びを得ることができるので、これはねめっちゃ得だなって思ってました。他にも福利厚生とか結構充実している会社が多いですね。なので絶対にフリーランスになって高収入を目指すことだけがいいとは思いませんが、質問者のもちさんは実際に実績もありますし、頑張れば平均よりも稼げちゃう、そういう実力も兼ね備えていると思います。なのでね、その調子でじゃあ2倍稼ごって思ったら普通にね稼げちゃうと思うんですよ。なのでね、その調子で頑張ればいいんじゃないのかなって思いました。はい、楽しくたくさん稼いじゃいましょう。諦めないで応援しています。ということで、いかがだったでしょうか。今回は仕事に関して、特にお金に関すること、稼ぎ方に関する質問が多かったんですが、じゃあ実際に個人で稼ぐにはどうすればいいの、どうせハードル高いんでしょって真っ先に諦めてしまう人ほとんどかもしれません。ですが、ちょっと待ってください。諦める前にこの動画見て。あなたの絵がお金に、ブースオンデマンド販売の紹介。この動画では元で0円であなたの絵を使ってグッズ販売できちゃうめっちゃすごいサービス、ブースオンデマンドについて紹介しています。これ知らない人はね結構損していると思うので、ぜひ諦める前にこの動画を見て、あ、自分だったらどういうの作るかなってね、思いを巡らせてみてください。きっと今後の展望を開くためのヒントにしていただけると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。